相変わらずお古いところでございます。古い商売往来という本を見ましても、どの商売でも楽な商売というのはございませんが、強い商売と弱い商売というのはございます。強いのがお職人衆、お商人衆、品物とお金の交換ですからな。気に入らないとお客様と喧嘩してます。これでいけなかったらお許しなさいよ。お金はお前さんのもんでも品物は私のもんだ。寝て別れんなしょうがありませんから帰ってください。頑固なこと言ってます。弱いのが我々芸人です。どんな時でもお客様と喧嘩ができません。私の話で気に入らなかったらよしてください。お金はお前さんのもんでしょ。だけど品物はないんだからって、なくちゃ喧嘩になりませんからな。もう一杯弱いのが床屋さん、理髪店、上井床の親方。昔は一銭食と言ったんですな。どんな場合でもお客様と喧嘩ができない。なんですか、この形で気に入らないってんですか。気に入らなかったらよしてください。ねえ、お金はお前さんのもんでしょ。品物もやっぱりお前さんのもんだって持ってってしまうんですからな。ずいぶん弱い商売でございます。何の商売でも昔から見る程度すべて変わりましたが、とりわけで変わったのがお風呂屋さんに床屋さんでございます。孫にも衣装、髪形という言葉がございます。昔は頭を見る程度この人はお侍だなとか職人だとか商人ってのはすぐ分かったもんで、のり巻きの大きなようなやつ頭一本乗っけてます。これ大田房ってのは侍です。そうかと思うてえと矢倉落とし、大井町なんてえなお相撲さんの、職人でも仕事師の頭なんてえな特別に頭が違ったそうで、商人でもそうですな。番頭さんと小僧さんとはすぐ見て分かるように頭が違います。今ありがたい世の中で湯の中へ入って頭だけ出してるてえと家族さんでも芸人でも同じでございますからな。昔蔵前に十八代通という、札差しの通人がございました。小僧さんの頭が違ったそうで、一目見るてえと、あ、これは大口屋の小僧だってのはすぐ頭で分かったそうでございますけれども、もっとも昔と申しますよりも明治大正時代まで床屋さんてえと町内の若い者のクラブみたいになってました。誰それが知れない、床屋行ってごらん、探しに行く程度大抵とぐるる巻いてたもんです。少しぐらい待っても退屈をしないように遊び道具が一通り揃ってます。将棋盤五番がございまして貸し本が五六冊放り出してある、悪い遊び道具まであったそうです。何か用があったら呼びに来てくれ、床屋行ってるよ。暇つぶしてんですな。太平の民っていうのがゴロッチャラゴロッチャラしています。待っている中にいろんな癖の人がありますが、火鉢の中は火箸でかき回しまして、小さい石ころでもある程度丹念にこう隅寄り分けてやってる人がございます。頼まれちゃできないことですな、あれは。そうかと思うと隅っこの方で女の子から来た手紙なんでしょう、一人でニコ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 笑いながら読んでる薄っきりの悪いやつがあります。仰向けになってひっくら返って天井裏の節穴勘定しているな、他に何にも芸のないやつです。一番わからないのが小さい毛抜きでもって髭抜いてます。相手が床屋ですからな、少し待てば自分の順番になってきれいにやってもらえるんですが、普段のお癖が出るんですよ。一本一本抜いてます。恐ろしい大勢集まったな、いずれを見ても山が育ちだな。回収祭のお身代わりになろうてがん首は一つもいねえな。機嫌がいいな、よだれくりゃ。なんだよだれくりた。なんかやって遊ぼうじゃねえか。おい、腕相撲、座り相撲、マグラっぴき、すね押し、壁立ち、やっちょこ立ち、やっちゃった。腕相撲は畳屋の源ちゃんにかなわねえ。なんかねえかな。おい、あの隅っこの方で壁頭を押っつけて本読んでんのは誰だい。牧屋の甚兵衛さん。この人字なんぞ知りゃしめえ。かながつぶ読み、面白いね。引っ張り出してからかってみようか。甚兵衛さん、甚兵衛さん、はい、隅っこの方で一人で何をしてるんです、そこで。ただいま読書です。読書って顔じゃねえやん。青い顔してるから六章みたいな顔だって。本を読むんならね、声出して読んでくんねえか。
一座の者が一緒に楽しめるんだがな、声を出すと気が散りますからな。なこと言うもんじゃないよ。何の本だい？これはね、公爵の本。公爵は好きなんだ。何の公爵？姉様の合戦。え？姉様の合戦。それ優しい草だね。姉様が合戦するの？どんなとこだい？本田と曲がらの一騎打ち。そじゃ姉が派の合戦じゃねえか。面白いな、読んでくれよ。その読んでもいいけど、私が読むと早いよ。早いのはいい気持ちだよ。いえ、それが立てたい水を流したの。せーって読んじゃったらね、今んとこは分からなかったけど、もう一遍たって読み直さないよ。大変な条件付きだな。うん、面白いね、読んでくれ。その代わり途中で混ぜ返すとよっしゃうよ。黙って聞いてるかい。黙って聞くよ。いいかい。ああ、読んでくれ。いいね、いいよ。いいかい。恐ろしい絵が長えんだな。絵の長えな組だろ。尺じゃねえや、何言ってやんで。一つ、姉川勝戦のことなり。誤り序文みてえだね、おい。一つ姉川合戦のことなりからやられちゃかなわねえな。本田と丸の一騎打ち、面白い触りんとこ飛ばして読んでくれ、真ん中で。じゃあ真ん中から読むよ。うん、いいか、いいよ。どっか破けてんじゃねえか。息は漏るよ。あんまり立てたい水じゃねえな。横痛い持ちなすってるよ。くっつき同士だ。この時今から十郎左衛門がと読めねえかい。この時今から十郎左衛門が、それから何てんだい。お前が読むんだよ。この時今から十郎左衛門が敵だ。敵に向かついて洗面器持ってきてやれよ。むかついてるってからな。むかつってだ。いや、向かってじゃねえ。向かって一尺にすんのだちお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 。遅刻機は壊れたやだな。ひとっところ回ってるじゃねえか。針上げてみろい。おだちおで切りゃいいんだよ。おだちお松川に、おだちお松子なんか用か。いやいやいや、どれか知らんけど松子ってやったぞ。おだちおだろ。マツコ、なんだよ。いちいち返事をしやんだ。読みにくちゃないよ。ここに書いたんだよ。おだちおだろ。まつこおなんだ。くしょつけて返事をした。あとは大冗談に振りかぶり。それじゃ真っ向大冗談じゃねえ。今聞いてりゃ一尺にすんのおだちったでよ。まら十郎左衛門ってえな北国の豪傑だ。三尺以上でねえとおだちとは言わねえんだぞ。一尺にすんってや小せえな。だから俺は読まねえってんの。すぐくじを言やん。一尺にすんは小せえなと言うだろうけど。のこと書いてあんのかよ、おい。そばに断りがきがしてある。なんだって。もっとも一尺にすんは刀の横幅なり。横幅ずいぶん幅広いんだな。もっともこれは大幅なり。おい、反物買うんじゃねえよ。刀に大幅も半幅もあるかよ。おい、小引きのノコギリみてえな幅じゃねえ。大冗談に構えてるときはいいけど、西岸にピタリとつけたら敵の顔が見えねえだろう。そばに断りが来やして。なんだって。敵の顔が見えないといけないから、ところどころに窓が開いてる。おい、刀に明かり取りがあるよ。窓が開いてたら敵のね、鉄砲弾の矢が飛んでくると危ねえな。そばに断りが来やして。よく断りが来やしたんだな。矢だの鉄砲が飛んでくると危ないから金網が張ってある。戦なおしまな時には横にして肩持ちを焼いて食う。何を言ってやる。誰だよ、おい。からかうからかうってあべこべにからかわれてるじゃねえ。
おい、将棋場へ向かって考えてんのは誰だい？おい、おい、半さんかは、よせや、冗談じゃねえ。将棋盤ってのは差し向かいで考えるもんだよ。一人で考えるんなら、長寿場行け、長寿場へ。第一、将棋なんぞ知りゃしめえ。将棋の駒の並べ方知ってたら並べてみろ。一応教えてやるから。ちゃくやつだね。こんなに口に毒のあるやつはないね。台湾の蛇みたいなやつ。え？一応、お手合わせ願いましょうとか、一番誘うとか、なんだって言えんじゃねえか。将棋の駒の並べ方も知らねえ。並べられたら並べてみろってきや。何を言ってやんねえ。将棋の駒なんてえのはな、こういうふうに並べるより、他に並べ方があるかい。一応、ほら見ろ、並んだろ。おい、ご覧よ。知らない証拠だよ。飛車と角があべこべだ。飛車と角がこうやっといて、後で直すのが俺の流儀だ。そんな流儀があるかい。お前文句言ってねえで、お前の並べたらいいだろう。え、お前の。いや、早いぞ。早い、うん。将棋の駒の早並べ法ってのを教えてやろうか。目ばたきするうちに並んじまうんだ。見たらいいか。手をこう逆にするんだよ。な、将棋盤持つだろ。持ち上げんだろ。ぐるっと回して。どうで、並んだろ。寄せや、おい。人の悪いことするなよ。俺がせっかく並べたのをぐるっと回しまやがって。ぐずぐず言うことはないよ。早く並べろ、武将だな。お前が武将なんじゃ。こいつとは何をやっても悪い食うんだからね、立ちの悪いやつで人に二度並べさせや。早く並べろ、早く。並んだよ。並んだか。じゃ、金閣か。え、金閣かよ。あ、ああじゃねえや。先手を決めるんだよ。どっちが先やるかってことよ。じゃんけんではねえやな。駒持ってるから振ってみようじゃねえ。お前が金って言って振ってみるだろ。金が出りゃお前からやるんだ。歩が出りゃ俺から。どっちだい、金か不快。どっちでもいいや。どっちでもよくちゃ決まらねえもん。どっちだよ。で、どっちが出る。分からへんやん。分からねえからやるんだよ。でも腹方の予想は。予想も何もないよ。どっちだい。じゃあ金でもいいや。未練らしいな。でもいいやってのはね、はっきり言え。じゃあ金。金だな。俺歩だよ。あ、ずるいやん。ずるかねえやん。おめえは金なら俺歩だよ。おめえが歩だよって言うと何か歩が出そうなような気がするんだよ。じゃあ俺歩だ。変なやつだな。おめえ歩かい。じゃあ俺金だよ。いけねえ。行けなくねえってんだよ。いじれってえな。一つか違いやしないよ。どっちだよ。よし、どっちだ。金歩。金歩なんてのは未練らしいな。じゃあ金だよ。よし、来た。ほら、歩が出たぞ。しまった、歩だと思った。何を言ってやって、負け惜しみの強いこと言ってやる。俺は先手だから下足先行くよ。え、俺は先手だからね、下足先行くよ。待っててよ、一緒に行こう。道を歩くんじゃねえんだよ。こんなに寂しがるやつはねえね。将棋が一緒に行かれるかい。俺が先手だから下足先行くってんだよ。じゃあおいでよ。白状だね。俺は後から一人でウラウラ行くから。何か言ってやねん。待ったなしだよ。いつもみたいにね、いつでも無手も待ったするてえと、はなから並べ直すようになっちゃうから。それから駒を一つ動かしたらシャレを言うんだよ。シャレを言えない方が負け。分かったかい。シャレ将棋ってんだ。分かったな。さあ、角の払い金が上がったぞ。ちょいちょいっと待ってくれ。なんだ、はなから待ったかよ。いえ、それよしてくれってんじゃねえんだ。そうやっといて考えさせてくれよ。考えることはねえだろう。誰だって一番先に角の払い金をあげるよ。そうじゃない。将棋はこの差し出しの一手にありての。大山名人に聞いたんだわよ。角の払い金が上がったと。さて、終わったな、こりゃ。じゃあ俺の方でも角の払い金をあげると、あいつがあそこをついてくる。俺の方でついてくと、またあいつがついてくる。またついてくてえと、突き当たりで鉢合わせと、これを取られちゃう。こりゃ負けたぞ。おいいかよ、おい、冗談じゃねえ。一つ動かして負けるも何もあるかよ。早くやれよ。考えるうちが楽しみなんだ。考えさせてくれよ。こう行く、こう来る、ついていく、ついてくる、取ると取られる、二丁貝。ところでお手に。何言って、一つ動かして手があるかい。角の払い金が上がったんで、金閣寺の和尚ってのはどうだ。うまいね。金と角で金閣寺の。じゃあ俺も角の払い金が上がって、うん、金閣寺の。おっと、女シャレはいけないよ。
人のシャレはいけないよ。いや、金閣寺の和尚でなきゃいいだろ。金閣寺だって白いもん。金閣寺の味噌すり坊主ダメだよな。じゃあいいよ、金閣、閣金でもいいだろ。うん、時計は閣金、閣金何をな、あのね、金閣、蝶ズバの金閣寺汚ねえな、いうこと。歩をついて、ふずき8日は吉日よ。あ、うずきか。じゃあ俺も歩をついて、うん、ふずき8日は、なんだい、お役士様、縁日を聞いてやしないよ。格の道を開けて、格道の説法へ一つ。あ、百日か。で、俺も格の道を開けて、うん、格道の説法へ二つ。へ二つなんてのはねえだろ。格がなるよ、ほら、いいかい。なりかく総理大臣ってのはどうだ。じゃあ俺もね、格な、格な、格がなり、なりかく総辞職。まあ、よいってやんで、おめえらなってやしねえ、なられてんじゃねえか。で、格なられ。かくなられましてご愁傷様と悔やみに来たようだな。歩を刺してふさしのふさしたてのさつまいも、それが食べたい。続きをやるね。ふさしたてのさつまいもダメだよ。食べすぎてなんだよ、ふさしっぺ。来たねえな、いうこと。飛車が出てきて、いかを飛車は出ていく、煙が残る。残る煙が尺の種。続きをやってるね。飛車で往生、飛車往生、ろくなこと言わねえな。いいかよ、歩を刺してふさしの下の雨宿り。それ俺は今言おうと思ったんだよ。俺を歩を刺してふさしの下の雨宿りいけないよ。首ふくり。もうお前シャレをよし。これを取って大手飛車取り。どっこいそうは行くもんかと、こっちに逃げら。逃げたらこれを取ってこうやったらどうする。そうやったらなんか寒しくなっちゃった。手に何があんの。今頃になって聞いてやら、両手にいっぱいだ、持ちきれねえ方だら貸してやろうが。なんだなんだ、金銀景気を王様に飛車かぐ。王様、あれ王様ねえや俺の。あんなものあるのか、とっくに取っちゃったよ。王様取れんのかい。いつ、さっき王手飛車取りったろ。おめえどっこいそうは行くもんかってんで、飛車の方が逃げたじゃん。あん時王様取っちゃったの。どうもさっきから寒しい寒しいと思って、王様がねえから寒しいんだ。歩が3つになっちゃった。最後の一平まで、さあ来い。まだやるのかよ。おかしいな、なんだよ。お前の王様めえねえねえ。ああ、大手がうるせえから鼻から出さねえんだよ。ダメだよ、そりゃ。おなじみのお話でございます。